フィギュアスケート競技で活躍する神戸市出身の坂本花織選手と三原舞依選手に神戸市スポーツ特別賞などが贈られました。午前11時前、神戸市役所を訪れた坂本花織選手と三原舞依選手、職員に拍手で迎えられ花束を受け取りました。坂本選手は北京オリンピックに出場し、フィギュアスケートの女子シングルと団体でそれぞれ銅メダルを獲得。今年3月に開かれた世界選手権では女子シングルで金メダルを獲得しています。三原選手は今年1月に開かれた四大陸選手権で女子シングルに出場し、5年ぶりの優勝を果たしました。今日はオリンピックでメダルを獲得した神戸ゆかりの選手を表彰する神戸栄誉賞が坂本選手に、神戸市スポーツ特別賞が坂本選手と三原選手に贈られ、久本市長はスケートに親しむ子どものためにも施設や練習環境が良いものになるよう取り組んでいきたいと協力を約束しました。小さい子から見てこういう選手になりたいって思ってもらえるような、誰かの憧れになれるような選手になりたい。私自身がテレビを見てこんな風になりたいっていう風に思ってスケートを始めたので、少しでもスケートっていいなっていう風に思っていただけるような演技を今後もしていけるように、まず練習頑張りたいなって思います。2人は来年埼玉県で開かれる世界選手権での活躍を誓っていました。